全国7000万のルロケンファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、ルローニケンシン明治剣客ロマンタンウェブ予告、時間無制限一本勝負をお送りいたします。この勝負はジャパンウェブ予告コミッショナーズ JWC の認定下にて、国際ウェブ予告試合のルールにのっとって行われます。それでは選手入場。廊下側入り口から、明治東京の剣術小町、そこのけそこのけハイカラさんが通る。全東京行き止め選手権女子の部記録保持者、道場の看板に加えて門下生一人、触覚一人とその悪友を背負って立つ、歩く細腕風船機、神谷活心流師範代、神谷カール。への突っ張りはいらないわ。付き人は神谷活心流門下生明神弥彦。こうなったら最後まで付き合ってやるから、早く終わらせろよな。対して道場正面入り口から、時は幕末、激動の京都が生んだ最強剣士、あの新選組も恐れをなした若き達人、ヤングマスター。新時代では職業旅人、西へ東へ流浪に家業、単身赤毛に語尾ござる、舐めてかかれば返り討ち、飛天御剣流日村剣心。おろ、付き人は喧嘩や残座相良佐之助。まあ適当に頑張れや。剣心。薫殿。両者道場中央へ。いい？お互い神谷活心流飛天御剣流の剣術は禁止、あくまで予告としての勝負を心がけてちょうだい。分かったわ。承知でござる。本当に分かってんのか、おい。予告としての勝負って一体なんだ。いいじゃねえか、もう好きにさせようぜ。両者離れて。今回の予告は、ルローニ剣心明治剣客ロマンタン第22話よみがえる狼の提供でお送りします。なあ薫、へのつっぱりってなんだ。世代ね。この戦いが終わったら教えてあげるわ。剣心、あんま嬢ちゃん泣かすなよ。心得ておるよ。だが勝負は全力でござる。付き人は下がって。剣心。薫殿。